皆さんこんにちは、個別指導塾キャスター塾長の小林です。田村です。はい、もうね年末ですけれども、はい、まあ、最後の追い込みということで、共通テストに向けて数学と国語の追い込みすべき勉強内容についてアドバイスをさせていただきたいと思います。はい、はい、で前回ですね、森田先生ね、 YouTuber の森田先生にですねお話を伺って、英語の追い込みの勉強の仕方、はい、まあ、特にやっぱりリスニングとか苦手な人が多いので、そういったことをお話聞きました。で、まあ、動画ありますのでぜひそちらもご覧ください。はい、で今回はまあ数学国語編ということで、まあ、残った科目、まあ、主要科目のうち2個について僕の方からお話をさせていただこうかなというふうに思います。で、はい、流れなんですけど、うん、まず数学の話をします、はい、で後半国語の話をします。で最後にめちゃくちゃ重要な共通テストの注意事項、はい、これを1個皆さんお伝えするので、そこは絶対ね押さえてほしいなと思います。はい、まあ、なんならこの動画興味ないって人でも、はい、最後まで飛ばしてそこだけ見てほしい。なるほど、それぐらい重要な話です。はい、でそれぞれ数学と国語の中でも、うん、いやそこそこね、まあ、点取れてきてるぞと、はい、まあ、もちろんもう合格点と言わなきゃ今でも、まあ、結構もうあとね、本当に最後追い込んでいくだけだぞっていうぐらいの人と、まあ、かなりまだちょっと、はい、目標に対して点数が取れてなくて、うん、本当に、ね、追い込みかけなきゃ、まあ、どっちも追い込みなんだけど、はい、いけないという人に分けてそれぞれ話していくので、まあ、今回なので 2×2 の4パターンね、うん、お話ししたいと思います。はい、それではまず数学で志望校にもう少しで追いつきそうだぞっていう方、うん、そういった方についてのどうすればいいかっていうお話をお願いします。はい、まあ、数学につきましては、うん、まあ、得意な人でもですね、はい、まあ、志望校の、まあ、点数に届きそうぐらいの、まあ、8割ぐらい取れそうとかっていう人もいれば、うん、もう満点狙いの人もいると思うので、はい、まあ、満点狙いの人はもうね結構勉強確立できてると思うので、うん、まあ、ここは飛ばしていただいても構いません。はい、まあ、ただまあ8割とか8割5分とか、まあ、なら7割とか、うん、まあおおよそ、まあ、自分の志望校に対してそこそこ取れてるなって人の場合ですね、まず最初に過去問をやってほしいんですけど、はい、まあ、超当たり前じゃないかと、はい、まあ、それはそうなんですが、はい、ただ過去問をやるんじゃなくて、どの大問でもしくはどの分野で何点ぐらい取るかってことを考えながら解いてほしいんですよ。なるほど、もう本番に向けてシミュレーションしていくと。そうで、特にそのシミュレーションをするという中でも、はい、実際にですね今年 1A の問題、まあ、今年というか来年ですけど、皆さんが受けるのは、うん、1A の問題はどんな問題が出るかちょっとわからないですね。はい、確かに思考調査もあるんですけれども、まあ、ただそれ通りに出るかもわからないの で、ね、ちょっとだから結構なんていうか謎に包まれている部分があって、うん、多分皆さん不安に思ってると思います。はい、だからこそそのどの年度のモデルでもいいので、うん、出してみてパッとね用意どんで始めて、はい、まず最初に全体を見て、うん、どこで何点取るのかっていうのを考えながら解き始めるっていうシミュレーションをしてほしいです。なるほど。はい、まあ、数学が得意な人だと、はい、まあ、パッと見てね大体問題わーって読んでこう穴埋めですから、はい、共通テストは、うん、穴埋めしていくとこを見たときに、あ、まあ大体解けそうかな解けなそうなって、まあ、パッと分かっちゃうもんですが、うん、またやっぱりまだまだねそこまで満点狙いとかじゃない人の場合、うん、ちょっとよく見て観察をしてから解き始めた方が、まあね、戦略的に解けるかなと思います。なるほど。でこの層の人ってすごい失敗しやすくて、もともと例えば過去問やってて8割とか取れてたのに、うん、急に5割になっちゃったとか、うん、6割になっちゃったって言うんですよ。はい、でそういう人で大概ですねそのちょっと難しい問題に時間を使いすぎて、はい、時間が足りなくなっちゃうっていうケースが多いんですね。 なるほど。なのでそのシミュレーションの方に時間を割くっていうことがすごい大事かなと思います。うん、はい、取れる問題を確実に取っていくためにシミュレーションを事前にするってことですかね。そうです。はい、で次にじゃあちょっと数学がちょっと不得意というかまだ志望校に全然ちょっと届いてないっていう方、うん、そういった方についてのアドバイスもお願いします。はい、で数学はですねやっぱり時間勝負なんですけど、はい、結構点数がですねこうばらけるというか、うん、0100になりやすいんですね。はい、要は解ける人は、まあ、最後の方まで、まあ、結構特に 2B の一番最後とかはちょっと、まあ、難しく作られてるんで、うん、まあ、全部ってわけではないんですけど、でも、まあ、かなり取れてる人と、うん、本当に最初の埋めだけしかできない人っていうのに分かりやすいんですね。はい、でその今のちょっと苦手だなって人の多くは多分全く全部できなかったら多分数学もう使われるようになっちゃうんで、はい、何かはできるはずなんですよ。うん、だけどできない分野も結構あって、そことかは過去問とかを解いてもちょっと穴をいくつか埋めたらもう終わりみたいな、力尽きちゃうみたいな感じだと思うので、うん、完璧に、まあ、しなくていいって言うとちょっと塾の人間としてはおかしいかもしれないけど、はい、まあ、半分ぐらいいけるように、うん、その分野ごとに見てみるっていうのがすごい大事だと思います。うん、であと、まあ、高い点数が必要ない人の場合本当、まあ、どうしてもできない分野は切るって考え方もあるんですけど、はい、ただやっぱり1個あたりの大問の点数がすごく大きいので、うん、あんまり僕は切るのはお勧めしないです。うん、例えばもうどうしても例えばベクトル使うんだけど無理っていう人に関しては、まあ、最初の例えば形をベクトルの形変えたりするとかなんで、はい、そこだけは絶対できるようにするとか、うんうん、でもそこはもうじゃあ時間をかけずにそこだけ部分点を確実に取るとか、うん、そういう考え方で演習をした方がいいかなというふうに思います。であともう1個、今言ったように、はい、時間が足りないって人も多いわけですよ。はい、なので特にそのちょっと今は苦手だよって人は時間を制限して解く練習をしてください。あ、もう、なるほど。はい、でそうするといや60分測って解いてますとかね、はい、70分から解いてますって言うんだけど、はい、そうじゃなくて、うん、例えば極端な話、はい、50分とか、あ、まあ、きついですけどねだいぶ
うん、っていうぐらいでやってほしいんですよ。負荷をめちゃくちゃ自分にかけるってことですね。そうです。なんてかっていうと、はい、あまり得意じゃない人ほどその初めてバッ、ね、本番で問題見るとテンパるんですよ、うん、まあ、誰だって少しはねテンパりますけど、はい、特にテンパって、うん、なんかちょっといつもと違うおかしなことしちゃったりとか、なるほど、計算ミスしちゃってなんか、はい、あれなんか次の穴埋めに埋まらないとかって、はい、あ戻んなきゃとかってやるんですよ、はい、でそれはもうあの起きるんで誰でも、ね、うん、可能性として。だから最初からそれを織り込んでちょっと少ない時間でも目標点、うんうん、を取れるように練習をするというのが非常に大事です、うん、はい、ただもう数学って時間きついんで、はい、あの制限時間絞ってやる人なかなか多くないんだけど、うん、あの苦手な人こそ絞ってその中で最大の点を取るっていう練習をなるべくしていた方がいいかなというふうに思います、うん、はい、ありがとうございます、はい、じゃ続いて国語の方も聞いていきたいと思います、はい、まずは国語ちょっと得意な方、志望校にもう少しで届きそうだよって方、はい、どうすればいいでしょうか。そうですね、今年国語は数学以上に、はい、やばくてですね、はい、あのまあ、変化がすごい大きいことが予想されます、うん、でまずまあ得意不得意関係なくですね、まあ、大きな、まあ、僕がアドバイスとして言いたいこととしては、はい、まず古典重視してください。古典ですか、はい、古典に関しては、うん、あの確かにイラスト問題だのなんだのっていう、まあ、若干違う形式が出る可能性ありますが、はい、まあ、読めてれば解けるみたいなものですし、うん、別に出てくる問題も今までの過去問の延長線上でしかないというか、はい、同じようなものが出ます、うんうん、なのでそんなにビビらなくていいので、うん、古典をしっかり固めて、あの点数を取るというのがまあ作戦です、はい、で現代文に関しては先ほども出てきた思考調査をまあ全員これは得意不得意変わらずやってほしいんですね、はい、うん、ただしあのじゃあ思考調査の問題が出るのかって言ったらそれが出るというわけでも限らないという、うん、これめちゃくちゃ難しいんですよね。で小説も出るかどうかわからないという段階なので、まあ、基本的にある程度目標点が取れている人に対しておすすめなのは、はい、まずですね、あの古典をなるべくまず固め、まあ、ある程度固まってると思うんですけど、はい、固めるだけじゃなくて早く解くってことをやってほしいです。もう早くスピード、はい、うん、なのでこれもさっきの数学と同じなんですけど発想は、はい、古典を早く解いちゃえば、はい、まあ、その分余裕ができますよね。そうですね。でその分で、まあ、新しい未知の形式である現代文に対処できるんですよ。なるほど。でさすがになんですけど、はい、今年度初めての現代文の試験なのでむちゃむちゃむずい問題は出せないはずなんですよ、うん、てかまあもうそもそもむちゃむちゃむずい問題出したら、はい、平均ってみんな下がっちゃって、そうですね、共通テストの意味なくなっちゃうから、うん、そういう問題出ないんだけどってなると多分ですよ、時間制限がきつくてちゃんと平均点が出るような問題とか、うん、そういう問題が僕は出るんじゃないかって思ってるんですね。なるほど、まあ、もちろん1問2問ね、はい、そこだけピックアップすればちょっと難しいってあるかもしれないけど、うん、全体としてもむずすぎてやばいとかってことはないはずなんですよ、うん、ってことはやっぱり時間が多ければ多いほど有利なはずだし、はい、今の時点でまあまあ得意だよって人は時間さえあれば結構戦える可能性って多いにあるじゃないですか。なるほどですね、うん、なのでそういった意味で古典をなるべく短く解けるように、うん、まあ、できれば目標例えば30分で古典はやっつけられるとか、はい、まあ、25分はちょっと早すぎかなと思うけど30分とか、まあ30、まあ、35分とかで、まあ、やっつけられるようにそこの訓練をしっかりやっておくことが大事かなと思います。いかに現代文で時間を取れるかっていうのが勝負になってくる、ね、勝負になってくる、うん、のとあとはですね、あの現代文に関しても、うん、あの選択肢の切り方っていうのをぜひ練習してください、はいはい、特に、まあ、あの論説文とかでよく行われる手法としてはですね、まあ、選択肢がこう1、2、3、4とか ABCD と並んでるじゃないですか、うん、そしたらその選択肢の文章を、まあ、塊で切る、まあ、文節とか意味の塊、はい、で、まあ、大体ですね3つに区切ったりとか、はい、まあ、簡単なものだと2つ、うん、難しいと4つぐらいに区切られることがあります、まあ、たまに共通テスト、まあ、センターとかでも、まあ、5個ぐらいになることもあるんですけど、まあ、大体まあ2から5の間なんですね、はい、でそれ区切って、でその区切ったものをそれぞれちゃんと本文と照らし合わせて書いてあるかどうかってことをチェックすると。なるほど、うん、でそれで、まあ、罰がつかない、つまり本文で言ってないことが勝手に書いてあったりとか、うん、意味不明な逆のことを言っていたりとかってことがないも選択肢を選ぶっていうのが基本的な、あくまで基本ですよ、はい、共通テストとかセンターの選択肢の切り方になるので、まあ、それをあのきちんと、本番でも再現できるように練習をぜひしてほしいです、うん、特に新しい形式の問題がバンって出てくると、はい、まあ、当然誰でもそうですけど混乱するじゃないですか。そうですね、そうするとそういう基礎的な解き方っていうのを忘れて、なんか感覚でなんかその日だけ、うん、今まですごい頑張ってやってきたのにその日だけ感覚で解いちゃうみたいな、なるほど、非常にもったいないことになってしまうので、それがないように気をつけてください。はい、ありがとうございます。続いてここがちょっと苦手だって方はどうすればいいでしょうか。はい、まあ、苦手な、ここが苦手な方って、はい、大概もう古典が苦手ってことが多いので、あまずは古典を固めてほしいです、はい、で、まあ、さっきも言ったように現代文に関してはあんまりまあその予想がつかないですし、うん、まあ、さっき言ったようにじゃあ時間を残したからめっちゃ高得点になるかってそうとも限らないじゃないですか、うん、そうですね、だから得意な人はもう最悪ですよ、最悪現代文の勉強時間は削って他の科目に当てた方がコスパはいいかもしれないよね、うん、なんですけど、まあ、苦手な人はでもやらざるを得ないんで、まず古典が固まってないよ
よっていう人は少しでも確実にあの古典を固めてください、はい、で特におすすめなのは漢文、まあ、一番取りやすいので、うん、まあ、漢文だったら、まあ、山の山とか早覚え即答法とか、まあ、そういった参考書ありますし、まあ、多分さすがにこの時期なんで持ってはいるって方が多いと思うので、もうそれをもうひたすらこなす、はい、でもしそういうの持ってないよって方だったら学校のね、そういう教材とかでもいいので問題とかがついてれば、うん、そういったもので句型をとりあえずとにかく入れる、うん、漢字の読みを入れたりして、まあ、とりあえずすぐ解けるようになりますから、うん、漢文はね、そこでまず固めちゃう、うん、まあ、漢文はまあまあできるけど古文がダメっていう人はもうあまり時間がないのでたくさんの単語を入れたりとか文法をやるってことはできないので、はい、まあ、単語に関しては例えばマドンナ古文とか、はい、まあ、少なめなやつとか、まあまあもうちょっと大きいゴロゴとか持ってるんであれば、うん、まあ、その中でまあ出てきたものだけを覚えるとか、うん、まあ、なんかこう自分の中であの範囲を絞ってそこだけマスターしてください、はい、で特に文法事項なんか未だに助動詞がやばいとかっていう人は、はい、まあ、かなりこれまずいです、うん、まずいけどでも助動詞だったら本当に必死になればあの半日とかで、まあ、ある程度覚えられるので、うん、そしたらまあ古典、うちね古典チャンネルで動画出してますから、まあ、古典文法全部見ても4時間半、うん、1.5 倍速にすれば、3時間で全部終わります、うん、まあ、だし、まあ、もうはっきり言ってまあ助動詞とかが一番大事なんで、もう助動詞のとこだけ切ってみれば、うん、もっと短く1時間とか1時間ちょっとが見られるので、うん、あのそういったものを使ってですね、もうとにかく詰め込んでください、うん、あの古文と漢文に関しては知識を入れないとあの解けないので、はい、なのでそこは確実にやった方がいいです、うん、で、まあ、現代文に関しては逆にね、あのちょっとまあ苦手な人はプラスに捉えてください、うん、要は今までと違う形式が出るってことは、はい、要は、ね、今までずっとねセンターの過去問をやってきた人も十分対策が生かされるか分からないとある種こう戦場になると、うん、まあ、いうことですから、はい、まあ、そこにね、まあ、乗じてある程度の点が取れれば古典で積み上げた分で、うん、まあ、今から点数アップできるっていうのは確実なことなので、まあ、そういった考え方でも仕方ないかなと思います、うん、もう時間がないんでね、はい、本当はもっとやってほしいこといっぱいあるんですけどね、うん、今のこの時期なので、まあ、そういった考え方でもいいかなと。ただまあ、いやどうしても現代文もやりたいよって人はさっきね、あのちょっと得意な人向けて話した内容をぜひ実践をしてみてください、まあ、とにかく先に古典頑張れって話ですかね。そうです、間違いないです、はい、ありがとうございます、はい、で最後にね、まあ、注意事項なんですけど、これちょっとまた話戻って数学なんですが、はい、数学 1A を受けるときに絶対にやってほしいことがあるんですね、はい、でそれはもう今から過去問を解くときに必ず最初の題問から最後の題問まで全部問題文を見てから解くという練習をしてほしいです。全部問題を見てから解く、はい、で問題文を見るといっても、はい、あのね、最後の方のこう四角まで全部読む必要はないです、はい、最初の方の第1問はこれ、第2問はこれ、第3問はこれというふうに読んでって全部の題問があこれで揃ったなというのが分かってから解いてください、はい、でそれを数えるときに、後ろから数えてほしいんです。後ろからですか。ちょっと変なんですけどね、うん、はい、これなんでかっていうんですけど、はい、毎年必ずなんですけど数学1と数学 1A 間違えて解く人がいるんですね。なるほど、はい、冊子が同じだったりするので、で数1と数学1で問題かぶってたりするんですよ、はい、そうするともうめちゃくちゃになってもう混乱してもうどうしようもなくなります。もう絶対いい点数出ません、はいはい、なのでまずですね、もちろん数1と数1だと数1の後ろにあるんで、はい、後ろから始めればいいと。なるほど、まあ、ちょっと今年の冊子は分からないですけど、うん、あの今年度の冊子は見てないんでね。だけどあのそういった形になるので必ずそのまず題問を全部見て、うん、僕が解く数1の題問はこれだぞと、うん、でなんなら数えるときに後ろから数えれば数1の方が範囲大きいんで、はい、まあ、ちゃんとそれを確認をしてから読むということをしてください。はい、まあ、あとは、今年の問題冊子を見てないんでわからないんですけど、はい、センター試験の時はあの、右端だか左端だかどっかにあの数 1A とかちゃんと科目名がですね、うん、その紙の端っこに書いてあるんですね、はいはい、なのであのそれを確認するというのもありです、うん、ただまあ普段あの赤本とかでやってるとあんまりそういう風にやらないと思うから、うん、まず題目を見るという全部見るという癖と後ろから例えば 5,4,3,2,1 とかっていうのを数えるという癖をつけてやってほしいなという風に思います。はい、はい、まあ、これはね本当にこう大事な注意事項ですし、ね、本当にこう数 1A 満点取れるような人でも、うん、そういうミスを起こすとめちゃくちゃ点が取れなくなってしまうという、うん、もう大惨事になるのでぜひ気をつけてください。はい、というわけで本日はですね、数学と国語の追い込みですね、お話しさせていただきました。ぜひね皆さん最後まで勉強頑張ってください。それでは本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。